世界の主なローンチビークルローンチビークルまたはキャリアロケットとは地球から宇宙空間に人工衛星や宇宙探査機などのペイロードを輸送するのに使用されるロケット。日本語では打ち上げ機と呼ばれることもある。ローンチシステムといった場合はローンチビークル発射台その他打ち上げに関する施設を含む速度が低ければペイロードが 地表に戻る弾道飛行となる。一般に観測ロケットや軍事目的のミサイル等は弾道飛行をする。通常、弾道飛行は放物線であると考えることが多い。しかしそれは厳密には地面が平らで地球の中心が十分に遠いとした近似であり、正確には楕円軌道の一部である。そして、 弾道飛行における頂点は半分以上が地球内部に潜っている楕円軌道の円地点である。この円地点の付近を一般には地球の大気の影響が十分に薄くなった高度にとってその前後でさらにロケットエンジンを噴射し加速し続ければ前述の地球内部に潜っている楕円軌道における近地点がどんどん上がっていくように軌道が変化し続ける。 そして近地点も地球の大気の影響が十分に薄い高度になれば、その軌道はもはやペイロードが地球に戻ることはない。次に述べるような人工衛星の軌道となる。なお、口実するように軍用の飛翔体の場合は弾道ミサイルとして区別されるといった区別の仕方が一般的であって力学的には同じところもあれば、 厳然として違うところもあるのであるが、マスコミや専門家でないマニア等による説明には、この段落で説明したような力学は意識されていない場合が見受けられる。ペイロードが地球周回軌道を回り続ける人工衛星の場合は、ローンチビークルにより、第一宇宙速度まで加速させられて軌道に分離、投入される。またペイロードが地球周回軌道を離れる。 宇宙探査機の場合は、さらに高速の第二宇宙速度まで加速させられる。一方、ペイロードの目的によっては、軌道が弾道飛行の場合もあり、特にペイロードの弾頭に爆発物などを乗せて、目的地に着弾させる軍用の飛翔体の場合は、弾道ミサイルとして区別される。宇宙の定義が、宇宙開発より古い宇宙空間物理の観点がある。 ことなどから軌道速度とは関係なく高度で考えられることが多いため厳密な区分は不可能と考えられるが日本ではよく宇宙ロケットと観測ロケットと呼び分ける総合的な打ち上げシステムとしての観点からはむしろ宇宙の定義を高度ではなく軌道で与えた方がすっきりはする使い捨て型ローンチビークルは一度きりの使用を目的に設計される これらは通常ペイロードと切り離された後、大気圏再突入時に崩壊する。一方、再使用型ローンチビークルはそのままの状態で回収され、再び打ち上げに使用される。スペースシャトルはコンポーネントが複数回の飛行に使用される唯一のローンチビークルだった。ロケットを使用しないローンチシステムは今のところ概念的なものに過ぎない。 ローンチビークルはしばしば軌道へ送り込むことが可能な質量の量で特徴づけられる。例えば、プロトンロケットは低軌道に2万2 0 0 0ラムの米ロード能力を有する。またロケットの段数で特徴づけられることもあり、ほとんどは2から4の多段ロケットである。多段式でないローンチビークルとして、単段式宇宙輸送機という概念が存在するが、開発が成功した事例はない。 特定のローンチビークルについて語られる際、必ず述べられるその他の事項として、所属する国家、打ち上げに関して、責任を負う、宇宙機関、及びビークルの製造、打ち上げを行う会社やコンソーシアム、ガール。ありがとうございます。